Future Report 近未来車を実装体験しました。すごい形、なんか全部なんかつるーんとしてる。この GTV っていうのはね、この GTV って書いてあるでしょ、うん、これはあの車の中身のね、うん、略称なの。うわ、ナマズみたいな顔してる、ね、これもだからあのガスタービンエンジンの特徴でね、うん、ラジエーターがいらないのね。私、世界で最初のガスタービンエンジン搭載車の女性ドライバーになったんですよ、しきさん。まるでジェット機が離陸する時のような音なんです。これが未来の車として開発されたトヨタ GTV。 今日は指揮キャスターと2人でこの GTV を体験しにやってきました。トヨタ GTV は将来の自動車にとって極めて魅力的な動力源として期待されるガスタービンエンジンを搭載したコンセプトカーです。シャープでダイナミックなスタイリング、コンパクトでシンプルなキャビン、そしてコンピューター制御による最新機構の数々はまさに高速連続走行に最適な車です。私はこの GTV についてもう少し詳しく四季さんに聞いてみることにしました。この場合二軸式っていうところがとっても大事なポイントなんだよね、コンプレッサータービンとパワータービン、この2つのタービン軸をこのエンジンは持ってるわけ。でそれぞれどういうことをやってるかというと、コンプレッサータービン軸にあるコンプレッサーが4サイクルエンジンの吸入工程、コンプレッサータービンが圧縮工程、そしてパワータービンが、動力伝達とエンジン回転の減速をやってるわけ。ガスタービンエンジンは多くの種類の燃料が使え、排出ガスがクリーン、振動が少なく低速トルクが大きく、その上冷却水が不要。これらの多くの特徴を持つ将来期待のエンジンです。このスタイリング、私とっても気に入りました。そしてもう一つの魅力は、これ何だと思いますか？そこにね、カメラがあるね。うん。そのインナーミラーの代わりに、うん、このカメラで後方をモニターしているんですよね。いよいよ四季さんと実装体験です。未来の車のフィーリングを一緒に感じてくださいね。ジェット機、まさにそんな感じです。トヨタの開発担当のお二人にちょっとお話を伺ってみました。
ピストンエンジンの4サイクルをガスタービンエンジンの場合には連続的に圧縮を受け持つところがコンプレッサー、燃焼を受け持つのが燃焼、膨張を受け持つのがタービンということで、それぞれのサイクルをそれぞれの独立なコンポーネントが連続して行う。インテリアについて私が一番最初に意図しましたのはね、なるべくシンプルにしたいとということと、それからやはりその将来こういう方向のインテリアというのはいかがでしょうかというような提案のような形で皆様に見ていただけるようなものにしたかと。ガスタービンの本当の嬉しさっていうのは連続高速走行なんです。車大好きの私には夢のような体験でした。次回のフューチャーリポートも期待してくださいね。それでは